以前も触れたが、集団失踪事件というのは、人類の長い歴史の中でもそうそう起こるものではない。集団失踪事件と呼ばれる事件の大半は、誰かが作った作り話である。詳しくは、集団失踪事件参戦を見てね。ロアノーク島事件は、捏造ではなく確実に起きた集団失踪事件としては、史上最大規模の事件である。今回は、消えた人の数が100人を超える、史上最大の集団失踪事件、ロアノーク島事件について見ていこう。植民地。この概念は西洋独自の概念で、東洋にはこの発想はない。その発想の源流はわからないが、ギリシアやフェニキアなどの諸民族は、各地に植民都市を作った。ビザンチオン、ナポリ、マルセイユなどは、ギリシア人が建設した植民都市である。ギリシア人の国家の単位は都市であった。故にギリシア人は、各地に都市国家を建設したことになる。世界史的に見ると、国家は都市国家型と領域国家型に分類できる。古代で言えば、ペルシア帝国は広大な土地を持つ領域国家型と言え、ギリシアは都市国家型であった。故に、ギリシア人の植民都市の概念と、現在の植民地の概念は異なる。ギリシア人の建設した植民都市は、あくまで独立した国家であったのだ。この概念を変えたのはローマであった。ローマは最初、都市国家であった。しかし他の都市国家との抗争の末、ローマは領域型国家へと変貌していく。拡大を続けるローマはやがて地中海一帯を支配するようになる。ローマは中央政府たる都市ローマが、各属州をコントロールする中央集権国家であった。グレコ、ローマンとは言われるが、ギリシアとローマはこの点が決定的に異なる。コロニー、とは英語で植民地を表す言葉だが、語源は古代ローマの言葉たるラテン語のコレリー、である。西洋における植民地の概念は、皆古代ローマにおける概念を踏襲している。つまりは中央政府からのコントロールを受けるわけである。イングランドという土地は、古代ローマ帝国の一部であった土地であり、その後継国家とも言える。時は16世紀、テューダー朝イングランドにおいて、フェアリークイーンと呼ばれるエリザベス1世がその王位についていた。ロアノーク島事件は、エリザベス1世の時代に起きた事件なのである。彼女は長身であるウォルター・ローリーに、北米における植民地獲得を命じた。この時代、ハプスブルク家の支配するスペインは、あまりにも広大な植民地を持っていた。太陽の沈まぬ国、南米、中米、フィリピンなど、ハプスブルク帝国はまさに世界的大帝国を形成していたのだ。帝国の長はフェリペ2世。エリザベス1世は、姉の夫でもあったこの人物と戦わねばならなかった。詳しくは、フェリペ2世を見てね。エリザベス1世の姉の祖母である、イザベラ女王の命を受けて、ジェノバの船乗りコロンブスは航海に出た。コロンブスは西側に航路を取れば、大きな大陸に到着することを知っていた。コロンブスは初めてアメリカ大陸に到着したヨーロッパ人ではなかったが、彼がヨーロッパに到着したことには大きな意義があった。インベージョン。コロンブス後のスペインの行動は、そう呼ぶのにふさわしいであろう。アメリカ大陸に住まう人々には、敵機という概念はなかった。武装の差は歴然。スペイン人たちは原住民を虐殺し、その犠牲の上に植民地を次々と建てていった。原住民を犠牲にしていた富は、スペインを富ませた。アメリカ大陸から輸入する銀の量で、ヨーロッパでは巨大なインフレが起きたほどだ。詳しくは、価格革命を見てね。イングランド、オランダ、フランスと、西欧の強国もスペインに倣ってアメリカ大陸に進出しようとした。この際、イングランドのエリザベス1世は、2つの観点から北米への侵攻を画策する。一つは、すでに中米と南米におけるスペインの覇権が確立しており、その競合を避ける目的。もう一つは、スペインを弱体化させる目的である。どういうことかね。プライベーター。日本語では市役船と訳されるが、中身は国家の保護を受けた海賊だ。国が海賊を保護するのかい？エリザベス女王は、フランシス、ドレイクなどの大海賊を保護し、スペイン船を襲わせて、
略奪品の一部を購入させていたんだ。すごいことを考えるね。スペインを弱体化させて、かつ国庫の充実も図ったわけだ。エリザベス一世は、この市役船が駐屯できるような植民地を、北米に建設しようとしていたのだ。その際、拠点として選ばれたのが、現在のノースカロライナ州にある、ロアノーク島だった。エリザベス一世の長身である、ウォルター・ローリーが、最初の遠征隊をこの地に派遣したのが、1584年の話。この地域はエリザベス一世の父親であるヘンリー八世の時代から存在は知られていたようだが、ヘンリー八世はこの地に興味を持たなかったようだ。エリザベス一世がこの地に興味を持ったのは、1565年にスペインがフロリダを植民地化したことが大きかったかもしれない。ロアノーク島は、フロリダにいるスペイン船を略奪するにはとても良い位置にあったと言える。1584年4月、2隻の船がロアノーク島に派遣された。当時大西洋航海は大きな危険を伴ったが、7月、船は無事に到着できたようだ。島にはすでにネイティブアメリカンがいたが、当初は友好的な関係を結んでいたとされる。ネイティブアメリカンには土地所有の概念がない。これはアメリカの歴史における重要なポイントである。いや、世界の歴史において重要なポイントだと言うべきかもしれない。私有財産制。これは世界共通の概念だったとは言えない。あるいは今でも世界共通の概念ではないかもしれない。土地が誰のものなのか。今でも戦争の原因となりうる難しい問題だ。古代ローマ帝国以来未開の地においては、先に文明の旗を立てた者がその土地を支配できるという概念があった。これはローマの後継たる国家においては常識であるが、それ以外の地域においては決して常識ではなかった。アメリカ大陸にやってきたローマの後継者たちは、自分たちの常識に則って大土地所有を行った。しかしそのような常識のない人々は、当然それに反発していくようになる。常識とは厄介な概念だね。誰もが自分が一番の常識人だと思っているからな。厄介なのは常識同士がぶつかる時さ。その時人は、自らの常識を守るために相手を殺してしまうんだ。ヨーロッパ人はそうやって、ネイティブアメリカンを次から次へと虐殺していった。しかしこの頃はまだ、少なくともロアノーク島の住民とイングランド人は友好的な関係を築いていたのだ。先遣隊はイングランドに戻り、ローリーは島の様子についてエリザベス一世に報告した。この際かなり成果について誇張して表現したようで、エリザベス一世はその報告を大変喜んだという。どんな報告をしたんだろう。黄金時代、とか、エデンの園、とか表現したようだね。イングランドがいつから北米を植民地としたかは議論が分かれる部分なのだけど、この時エリザベス一世はローリーに対してバージニア植民地を与えたとされており、これを最初の植民地とみなす見解もある。ただ一般的にはこの後、1607年にジェームズタウンが建てられたことをもって、バージニア植民地の誕生とみなすことが多いけどね。世界史の教科書もそちらの意見を採用しているようだ。そうなってしまった原因は、ロアノーク島事件にある。ローリーの報告に喜んだエリザベス一世は、翌年にあたる1585年に、7隻もの船団をバージニアに派遣した。かなり大規模な派遣だね。国家的事業だったからな。イギリスというと大国のイメージがあるが、この時期のイングランドの人口は、スペインの人口よりはるかに少なく、国力は比較にならないほど矮小だった。バージニア植民地の建設は、イングランドの行く末を左右する重要な国家事業だったんだ。主役船の存在は、大国に対するゲリラ戦術だったと言ってもよい。1585年4月、艦隊はイギリスのプリマス港を出港した。後にピルグリムファザーズが出港したのと同じ港だね。艦隊はポルトガル沖で大嵐に遭い、一隻が沈没、必死な思いで北米に到着した一行は、現地で砦の建設を始める。ロアノーク島に着くまでに艦隊は様々なダメージを受けており、すべての船が無事に現地にたどり着けたわけではなかった。
中には浅瀬に乗り上げて大破してしまった船もあり、必要な物資などが圧倒的に足りなくなってしまう。まあ、結論から言えば植民地建設は失敗したんだ。1585年8月、遠征隊の無事を知らせるための船が、イングランドに向けて出航している。この間ロアノーク島に残された人々の行動は記録されていないが、近隣を探検したりしていたようだ。イングランドに戻った人と残った人がいたんだね。ただ、おそらくはイングランド人たちが島に持ち込んだと思われる伝染病の数々。天然痘やインフルエンザによって、ネイティブアメリカンは壊滅的なダメージを受けたようだ。伝染病か。南米や中米において、スペイン人が虐殺した人の数より、伝染病で死んだ人の方が、はるかに多かったようだね。これはコロンブス以降、アメリカ大陸の各地で引き起こされたことだ。当時伝染病についてどの程度の知識があったかは分かっていないが、ロアノーク島の人々の中には、イングランド人による呪いだと思った人も多かったようだ。当時は細菌とかウイルスとかの概念もなかったんだよね。衛生という概念もなかったな。いずれにせよ、この辺りからイングランド人とネイティブの人々の間に溝ができ始める。1586年6月、ロアノーク島に、世界史上最も有名な海賊であるフランシス・ドレイクがやってきた。食料をはじめあらゆる物資の不足、ネイティブとの圧力、もう植民地活動をすることは困難と考えた人々は、ドレイクの船に乗ってイングランドに帰ることになったのだった。完全に植民地活動は失敗してしまったんだね。ただ、この時イングランドにタバコ、トウモロコシ、ジャガイモなど、南米原産の品々が紹介されたと言われている。ジャガイモの存在は大きいね。すぐに食用になったわけじゃないみたいだけどな。詳しくは、ジャガイモ基金を見てね。ドレイクが人々を乗せてイングランドに向かったすぐ後、ローリーが派遣した増援がロアノーク島に到着した。行き違いってやつだね。当時はスマホはもちろん、電話や電信通信といった技術はなかったからな。ローリーの派遣した補給船は、入植者の痕跡が見つけられないため、そのままイングランドに帰ってしまったようだ。そして2週間後、島を離れたグレンビルという人物の船がロアノーク島に到着した。1年分の物資と400人の人員を積んでやってきたのだが、ロアノーク島にはすでにイングランド人の気配がない。またも行き違いか。こちらもすぐにイングランドに戻ったが、主にローリーの権利を守る目的で、15人ほどは島に残ったようだ。しかし残されたイングランド人はネイティブと交渉し、結局島から逃げ出してしまう。全てがうまくいかないねー。この時期のイングランドには、植民地化するための経験値が圧倒的に足りなかったからな。しかしウォルター、ローリーはめげない男だ。1587年、ローリーはジョン・ホワイトという人物を筆頭に、117名の男女をロアノーク島に送り込むことにした。この中にはホワイトの娘も同行している。本格的な移住だね。もう失敗は許されないからな。5月に出航した船は7月に到着した。かつて築かれた砦は破壊されており、入植後すぐにジョージ・ハウという男が、カニを取っている時にネイティブに殺されてしまう。命がけだねー。お互いにな。そんな状態だったが、1587年8月、ホワイトの娘であるデレノアが出産した。史上初めて北アメリカの地で生まれたイギリス人である。生まれた子は女の子で、エリザベス1世にちなんで、バージニアと名付けられることとなった。孫が誕生したホワイトであったが、現状報告や物資の補給などのため、一度イングランドに戻らねばならなかった。こういうのを見ると、電信通信がいかにすごい発明だったかがわかるね。現代ならネットで繋がっていても、この時代そうはいかないからな。ホワイトは戻り、115名の男女がロアノーク島に残ることになった。大西洋横断は大変な危険を伴い、ホワイトも命からがら、なんとかイングランドに到着したようである。すぐにでもロアノーク島に戻りたいホワイトだったが、そうはいかなくなってしまった。1588年、アルマダ海戦勃発。当時のスペインは、
世界最強国家であるオスマン帝国をレパント海戦で破り、無敵艦隊アルマダの名を欲しいままにしていた。無敵艦隊、かっこいい。まあ、無敵艦隊と名付けたのは後世のイングランド人だったようだけどな。無敵艦隊を破ったイングランドの栄光ある勝利として、このアルマダ海戦は現代まで語り継がれることとなる。さて、この戦争の影響で、ホワイトはロアノーク島に戻れなかった。早く孫に会いたかっただろうに。その後ホワイトはロアノーク島に戻ろうとするも、フランスの海賊に襲われたりして、結局1590年までロアノーク島に戻れなかった。だいたい3年ぐらいか、長いね。ホワイトは1590年8月18日、孫が生まれてからちょうど3年後のこの日、ようやくロアノーク島に上陸できた。孫に会えるよ、やったねホワイト。しかしホワイトの目に飛び込んできたのは、誰もいない巨人機だった。戦闘の痕跡はなかった。同時に、遺体もどこにもなかった。居住地はそのまま、人だけが忽然と消えたのだ。現地の人と喧嘩したのかな？その可能性が最も高いとされているね。ホワイトは居住区にある一本の木に、アルファベットで文字が刻まれているのを発見した。なんと書かれていたんだい？クロアトアン。どういう意味かね？ロアノーク島に住むネイティブのことか、クロアトアン島に平和移住したことを知らせるための文字だったと考えられている。クロアトアン島という島があるのかい？わからんが、ホワイトはそう信じたらしい。信じる者は救われる。現在、ハッテラス島、と呼ばれている島ではないかという説が有力だけどね。話をロアノーク島に戻すと、生活に必要な家具などは残されておらず、ボートなどもなくなっていたことから、移住説が有力だ。ホワイトはすぐに探索をしようとしたが、冬場であるため船員の反対に遭い、結局翌年まで身動きが取れなかったようだ。冬の海を舐めたらあかん。結局船も故障してしまい、ろくに捜索活動もできぬまま、ホワイトはイングランドに戻らざるを得なかった。かわいそうなことに、ホワイトはこれ以降ロアノーク島に行くこともなく、亡くなってしまったようだ。孫に会いたかっただろうな。二度の植民地建設失敗で、ローリーは事実上失脚してしまった。1591年には、許可を得ずに極秘結婚していたことが判明し、エリザベス一世に投獄されるまでになる。しくじったね。そのような経緯もあり、消えたロアノーク植民地についての調査はなされなかった。ようやく捜索が開始されたのが1602年のことで、その時にはすでに遅きに死した。事件が起こってから10年も経っているもんね。一応ウォルター、ローリーにも触れると、エリザベス一世亡き後、ジェームズ一世と折り合いが悪く、1618年には処刑されている。しくじりすぎだな。今回はしくじり世界史じゃないんだけどな。もう一つバージニア植民地について触れると、1607年にジェームズタウンが建設された。先ほども触れたように、一般的にはこの時点をもってバージニア植民地の誕生、そしてイギリスによる北米植民地化の始まりとしている。さて、ロアノーク島に移住した人たちがどうなったのか。16世紀から現在まで、実に多数の仮説が存在している。それらの仮説を見る前に、当時イングランドのライバルであったスペイン側の記録を見ていこう。スペイン王フェリペ2世は、主役船作戦を潰すべく、北米におけるイングランドの入植を阻止せんと、ビセンテという人物に調査をさせていた。どうやら1588年にスペインはロアノーク島を調査したようで、その時にはすでに港は放棄されたように見えたという。その頃にはすでに、ロアノーク島の移住者は、ロアノーク島からいなくなっていたわけか。調査はそこまで徹底していたわけではないようだが、ホワイトがイングランドに行った翌年にはすでに島の住民は消えていたと見てよいだろう。イングランド人の中には、スペインの攻撃によってロアノーク島の住民は逃げ出したと考える人もいたようだが、そのような事実はないようだ。そうなるとやっぱりネイティブの人と争いがあったのかな。墓が建てられた様子はなかったようだが、そう考えるのが自然だろうな。クロアトン、というのもネイティブの部族の名前のようだし。
先ほども触れたように、イングランド入植者とネイティブとの関係も悪化していた。ネイティブとの争いを避けるために、他の地に移住したと考えるのが自然だ。さて、1607年にジェームズタウンを建設する際、その建設者とも言えるジョン・スミスは、ネイティブからある話を聞いた。ある話とな。イングリッシュを話す者たちの話だ。むむむ。しかし残念ながらネイティブ同士の争いに巻き込まれ、防波堤酋長によって皆殺しにされてしまったということだった。バッドエンドすぎる。ちなみにこの防波堤酋長の娘が、かの有名なポカホンタスだ。おお、有名人。ただ、この話の信憑性は低いとも言われている。ジョン・スミスという人物の証言には虚実が多数含まれていると言われ。また、該当箇所と思われる場所において、いかなる人物の遺体も見つかっていないという。そうかいそうかい。ホワイトがロアノーク島を後にした時に残した船がなかったことから、ロアノーク島に残された移住者たちが、船に乗って島を出た可能性は非常に高い。その後は海上で遭難してしまったという説と、アメリカ大陸に渡り、ネイティブと同化したという説が有力だ。現在ファミリーツリー DNA 社という会社が、ロアノークの失われた植民地 DNA プロジェクトを遂行していて、この説の実証に乗り出している。実際に調べているところがすごいね。他にもイーストカロライナ州立大学は、ロアノーク事件を解決するためのクロアトアンプロジェクトを立ち上げている。ロアノーク島の入植者たちは、現代のアメリカ人にとって、いわば最初の北米入植者と言える。それはある意味侵略の始まりをも意味するが、現在のアメリカ合衆国の原点でもある。二次大戦より少し前の1937年、ロアノーク島入植者であり、ホワイトの孫であるバージニア、デアの生誕350年記念切手が発行された。アメリカ合衆国は、1620年のピルグリムファザーズがその原点だと言われるが、それより少し前に入植した。ロアノーク島の入植者たちに対する敬意も深いのである。それゆえに、アメリカの各地にロアノークの名前を冠した地名が存在し、船の名前になっていることも非常に多い。しかしロアノーク島の入植者たちはどこに消えたのか。その謎はこれからも人々の興味を引き続けることだろう。といったところで今回の動画は終了だ。チャンネル登録して、次の動画も見てくれよな。チャンネル登録していってね。